バックビューモニターを一部グレードに新設定。5月15日、日産はキャラバンの改良モデルを発表しました。発売は6月上旬を予定しています。キャラバンは日産のワンボックスタイプの商用版で、ビジネス用途はもちろん、昨今のアウトドアブームにより、キャンプや車中泊などのパーソナルユースも増えてきています。 今回の改良では各種放棄に適合させるとともに、ルームミラーへ投影されるバックビューモニターを一部グレードに設定しました。また、インテリジェントルームミラーを通常のミラーモードで使用する際、後方の映像がミラー左側に映し出されるようにしたことで、後方の状況を確認しやすくなっています。ボディカラーに、 新色のディープフォレスト、ディープオーシャンブルーの2色を新たに設定しています。オーテックモデルや特別使用車にも同様の改良を実施、合わせて日産モータースポーツカスタマイズが、手掛けるオーテック、プロスタイル、車中泊使用車ライフケアビークル、LV シリーズにも同様の改良が行われています。 ボディカラーは新色のディープオーシャンブルーをオーテック。プロスタイル、車中泊使用者、送迎タイプに。ディープフォレストをプロスタイル、車中泊使用者、送迎タイプに設定しています。価格帯は以下の通りです。バン3から6人乗り、258万600円432万1900。 ワゴン、10人乗り、295万2400円、424万7100円。マイクロバス、14人乗り、359万3700円,円、390万3900円。